今年の笑い納めは立憲民主党でということなんでしょうか。2021年の衆議院選挙敗北後に幹事長を辞めた福山哲郎さん。最近見ないなと思ってたら大晦日にギャグをかましてくれましたね。皆さんこんにちは、ハンニです。本日は2021年12月31日ですね。そう、大晦日ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はこの後サブチャンネルでローション侍というゲームをしたり、 夜には年越しライブの予定が入ったりしてますが皆さんはどんなご予定が入ってるでしょうか で今回の動画の結論を先に申し上げるとそんな身を切るギャグを言わなくてもということになりますこの動画では立憲民主党の福山哲郎元幹事長の悲しい大晦日コメントなどを確認して今年の笑いさめをしておきたいと思いますので最後までお楽しみくださいまた皆さん何か面白い国会議員発言などありましたらぜひコメント欄で情報提供をお願いしますでは今回の目次はこちらです では、早速こちらをご覧ください。こちらは12月31日、午後0時43分の立憲民主党前幹事長の福山哲郎さんのツイートですね。以下、引用です。福山哲郎から皆様へ。2021年、大変お世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。以上ですね。そして、そこには、福山さんからの2分20秒ほどのメッセージが添付されています。では、そちらも引用しておきましょう。以下、文字起こしです。 立憲民主党の福山哲郎です。年の瀬となりました。この1年間、本当にお世話になり、ありがとうございました。また、10月の衆議院解散総選挙、大接戦と全国ではなりましたけれども、あと一歩及ばず、残念な結果となりました。以下略、以上ですね。うーん、何かおかしい。<laughs> 皆さんご存知の通り、立憲民主党は、議席の上では大敗北ですよね。 では、まずは選挙の前後で議席数がどうなったのか振り返っておきましょう。こちらは朝日新聞のホームページが公開している数字ですね。で、こちらを見ていただければわかるように、自民党も立憲民主党も選挙の結果、10議席以上議席を減らしていますね。正確には自民党が15議席、立憲民主党は13議席ですか。まあ、議席数だけに着目すれば自民党の方が議席を減らしているわけですが、 当たり前ですが、母数が違う。自民党の議席は、選挙前に276議席あったわけですが、その1割は27議席ですね。そして選挙で失った議席は、その1割の半分程度の15議席だけですが、立憲民主党の方は、選挙前の109議席の1割である、10議席を超える13議席減らしていますね。 うーん、立憲の方がダメージがでかいですね。あ、ちなみに皆さんもご存知の通り、減らした議席がどこに行ったかといえば、その多くが日本維新の会に回ったと考えて、まあいいんでしょうね。では、自民党、立憲民主党の議席の取り方を少しだけ詳しく見ておきましょう。こちらをご覧ください。こちらは、小選挙区と比例区に着目した表ですね。 で、自民党は小選挙区では立憲民主党の3倍ほど議席を獲得しており、比例でも立憲の倍近く獲得しているんですね。では、よく言われる。野党は候補者を一本化したおかげで、選挙区では接戦が多かったということについても見ておきましょうか。まあ、これについては11月4日の読売新聞が情報をまとめていますので、そちらを参考にさせていただきます。まあ、ゆっくりと詳しい話をご覧になりたい方は、ぜひ概要欄参考記事読売新聞をご覧ください。 では、以下一部引用です。今回の衆院選小選挙区で自転候補と得票率5ポイント未満の差で辛くも勝利した自民党候補は34人に上った。2012年衆院選の2倍、前回17年の1.3倍に上り、政権復帰以降では最多となった。得票率差5ポイント未満で勝利した野党側は28人だった。 立憲民主党など5野党が候補一本化を進める中自民が接戦後をわずかなされ制したことが当選位置につながったとみられる一方自転候補との得票率差が10ポイント未満で当選した自民党候補は59人だった自民候補が5ポイント減らして自転候補が5ポイント伸ばしていれば自民候補は小選挙区で59人が敗れていた計算になり自民単独で過半数となる233議席を獲得できなかった可能性もあった 以下略。以上ですね。で、この記事に添付されている棒グラフを参照にしながら話をしていきますが、結局、小選挙区で5ポイント未満というギリギリ勝利した自民党候補が34人いたわけですね。そしてこの大接戦というのはいつもよりも多かったということですね。しかし、記事にもあるように、逆に野党の候補もそのようなギリギリで勝利した候補は28人もいたということなんですね。 ま、記事では自民党の北村議員がわずか391票差、得票率は0.30ポイント差で、辛くも勝利したケースを紹介しています。ただ北村さんは5万票近くでこの僅差の勝利ですが、もっと危ない人が今回の衆議院選挙の小選挙区でいたんですね。そう、立憲民主党の顔原口和弘議員ですね。 彼は今回の2021年選挙では92,452票を獲得して岩田議員に小選挙区で勝利しています。ただ岩田さんは92,319票を獲得していますね。あれその差はわずか133票の差ですね。あ、原口さんの方がギリギリボーイですね。 で、結局確かに小選挙区で自民党が僅差で勝利を掴んだというケースが多いのは確かなのですが、それは野党も同じなんですね。 そしてそもそも小選挙区で今回132議席も自民党が多く獲得しているわけで、今回ギリギリで自民党が勝った34議席を立憲民主党が仮に獲得していたとしても、それでも小選挙区において自民党は155議席、立憲は91議席になるだけですね。 そして総議席数はそれでも自民党は227議席、立憲民主党は130議席になるだけですね。で、もちろん立憲民主党が自民党の単独過半数を阻止したいと思っていたなら、まあそれは実現可能だったと言うるかもしれません。記事では10ポイント差で自民党が勝利したケースに着目して同じ話をしてますしね。しかし、政権交代を目指すとおいていた立憲民主党としてこのような状況を 大接戦惜しくも敗れたと評価することはちょっと笑いますよね。また皆さんもお気づきだと思いますが逆にギリギリ野党候補が勝ったというケースが28議席あったということなのでほんの少しの風でもしかしたらこの28議席を野党側が失うこともあり得たわけですね。まあ、こんなことを考えるととてもじゃないですが また、10月の衆議院解散総選挙、大接戦と全国ではなりましたけれども、あと一歩及ばず残念な結果となりましたと、総括することはできないと思いますけどね。で、この1年、様々な動画を通じて、立憲民主党の問題点を指摘してまいりました。で、何度も言うようですが、私は別に自民党政権が続くことがいいこととか思ってないですよ。思想的には別に自民党に近いわけでもないですから。まあ、あくまで、ぜぜひ,ひひですね。 ま、国益にとっていいことをするのはどこの政党か、どの議員か、としか考えてません。そして基本的には政権交代がなされなくても、いつ政権交代が起こるかわからないような、与野党の勢力的な緊張関係が望ましいと思っています。まあ、たまたま偶然に政権交代が起こっても、大していいことはないんですね。いつでも政権交代が起こり得るという状況こそが、政権がふざけたことをしないようになるための手段だと思っていますから。 まあだからこそ立憲民主党がポンコツとは困るので、与党よりも叩いてるわけですね。 しかし、この年末にも、江田の幸男氏の、立民が負けたんじゃない自民が勝ったのだという不思議な発言や、泉健太新代表の、福島原発処理水、風評被害増進発言、また、小川淳也議員の、補助金を政治家はもらうのはおかしいと責めた直後に、立民でも同じような議員が発覚した事件など、この12月だけでも、立民のポンコツっぷり、そして新体制に対するがっかり感が溢れています。 また来年も立民をボコボコにする動画を作ることになるんでしょうね。 まあ、動画のネタが増えて YouTube としてはありがたいんですが、国益という観点では残念な話ですね。まあ、マンネリですしね。もういい加減、立民さん、国民を笑わせるギャグを言わなくていいんですよ。大して面白くないんだし。まあ、私はこんな風にこの1年間を振り返ったんですけど、皆さんの振り返りはどうだったでしょうか。ぜひともね、皆さんのこの1年のまとめなどもコメント欄で教えてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価の上、こちらの動画や再生リストもチェックしてくださいね。なお、 動画の中でちょこちょこ触れた関連動画に関する情報など概要欄の方に過去動画のリンクを貼ってますのでそちらもねお見逃しなく枝野さんの最近の発言や泉健太議員の風評被害なんかに関しては結構ね面白くなってると思いますではぜひともまた来年もよろしくお願いしますではバイバイ良いお年を